Laugh and music. FM Osaka. Hachigoichi. ラジコ。この学校での学力は楽しい力と書きます。ラジコ。みんなで一緒に楽しんじゃう力。学力を向上させましょう。吉本ラジオ高校。ラジコ。こんばんは、令和北南今野です。野村です。福谷のミート、そして元福谷の堀川恵美です。出た、イエーイイエーイ、めっちゃホリデーオープニングからいるんですね、堀川先生はね。いやちょっと、いやゲストの方ってなんかいつもこのオープニングあってから、その後この呼び込みみたいな形が通例やったんですけど、堀川先生はもうその前に髪色を落として暗くしてんねんから、そういう三女性に対してなんか言うことあるんちゃうん。さすが、確かに色変えた、こういうとこって本当すごいよね、気づけた、野村先生色変えた、色変えてみた。でそのさ、雑いアバターちゃうねんから違うパーティーしてみた。私は心配してきたのに。え、あ、ちょっとそう心配かけて持ってたよな、先週の放送がね、ごめんな、大のおじさんが心バキバキに折れていく瞬間っていうのをね、いや俺もちょっと改めて自分で聞き直してみて、ラジコでね、弱いなと思った、自分が。よく俺だから自分で、先週も言ったけど、もうええやろって来てくれる時と、なんだか分からへんから、ね、今となればね、もちろんあれやけど、まあまあもちろんあかんかったっていう反省もあった上で、ああこれそのいろんなことがあって、今後いろんな、まあな、SNS で戦えた時に俺大丈夫かって心配になった。なんか、もっと心病むんちゃうかとか、あ、もっと、まあまあないと思いますけど、これ以上のことがあればっていう、ね、気をつけ、自分でも気をつけながらちょっと、はい、一番良かったとこは、余剰さんとかどうしてんやろみたいな、あーみー先生がもっと放った、話聞いてないもんあれすごかった、なんかあのパンチラインすごかった、あれすごかった、俺知らんからそう。あれで CM 行きましたから、そう、だそれに対してもその SNS、Twitter で、近野さんも余剰さんぐらいスルースキルを身につけないとって書いてた。そう、スルースキルなんか分からへんけどな、そこは聞き流すってことも必要なんやな、そういうところも必要ですよ。全国ツアー中で北海道公演が終わって、お疲れ様でした。ありがとうございます。で、まあ先にねお伝えしてたように、僕は陸路って新幹線で函館まで行って、そう、在来線で、まあそのいろいろありすぎて、まあ、疲れもね溜まってたんですよ、まあ、もちろんその単独だけでもパンパンやのに、まあ戻りもっていうので帰りもヘトヘトで、で同期の茂みうどんくんが僕のその野村文庫ってオンラインサロン用にいろいろこう動画をね撮影回してくれてて、でそういうのもあって、もう結構キャッキャ言う瞬間もあったんですけど、もう基本はもうでもやっぱ移動なんですよ、時間カツカツで、まあ、席もまあ離れて座ってるんで、そうそう、まあ、朝からずっと動いてて、で食事取って、でもういよいよこの北海道出るってなった時にタクシー乗って、で、札幌駅に行くと、で札幌駅から在来線で函館に行かなあかんって、でももう疲れてるし、まあ普通にねポロッと、どちらまでっておっちゃんの運転手さんに聞かれて、札幌の新幹線乗り口までって、まあ、これよくある、あのね、どこどこの駅の新幹線乗り口って、まあ、一番パッと乗れるように言ったら、もうおっちゃんがね、ロマンスグレーの振り返って嬉しそうに、新幹線って言われて、あ、違う、それ新幹線、違う、在来線やってなって、あ、すいません、すいません、在来線です、新幹線なんかこっちあったらみたいな、もう延々いじられて、うわー、まあ、だるー、無駄に長いやつだね、そう、いやいな、で続いて、でそこは在来線、もうこれも3時間とか4時間ぐらいかかるのかな、ずーっと乗って、で新函館北斗駅に着いて、でそこから東京までがもう結構ね、ぶっ通しで行っても4時間超えの、だから夜23時に11時に着いて、もうどうしても一泊しないと、で次の日今日ね、朝から祇園花月があったから、もう8時には出てとかいう工程がもうすでに組まれてあって、もう結構このしんどかったんですけど、まあでもとはいえ楽しかったんですよ、でその帰りのね、その新函館駅から東京までのね、結構やっぱいろいろ泊まるんですよ、言うたら行きで一泊させてもらった青森の八戸とか、結構まあいわゆる大きい新青森駅とか、もう通れども結構ガラガラやったんですよ、で、まあ、もう疲れ切った会社勤めのおっちゃんがチリジリに座ってるぐらいで、ただね、その
結構僕久しげみ君と僕って似てて、うん、ちょっと時間の管理だとか、うん、苦手なこと多い2人やから、うん、マネージャーさんもあの気使ってずっと隣にしてくれてたんですよ。おおおおやけど、うん、その新幹線の時だけあのね、C と D やったんですよ。俺2人とも通路やったんですよ。あ、挟むんか。今思えばもうその時に始まってたんですけど、はい、んってなりながら座ってて、うん、んでどこの寄ってもけえへんから、うん、まあ夜も結構遅い時間になって、うん、まあ、そりゃそんなもんかと思ってたら、うん、とあるまああえて伏せますけど、うん、東北の駅、うん、さっきまでの感じシューンって止まって、うん、別に乗ってけえへんのにぐらいでボケーってしてた、うん、ものすごい数の女性で満席になったんですよ。え、おはってなって一気にで、なんとなくの雰囲気と会話の感じから、うん、まあなんかそういう推し活をされてる方たち、うん、はいはいはい、うん、おおおはあ、うん、めちゃくちゃ喋るやんけと。まあテンション上がるね。気持ちはもうめっちゃ上がるんですけど、うん、もうこっちでも関係ないけど、お互い関係ないけど、うんうん、こっちは北海道からずーっと来てる流れもあるし、疲れてる。うわうわうわ思って、うん、で俺の隣はなんかちょっとこのお姉さん僕よりね、うん、ドガーッと座って、うん、でもあと周りは全部だいたい2人組、うん、もうやばかったよね。いやもうまさかさ、あそこでこうなると思わなくてさ、で弁当ぶわー食い出して、うまいんだ、こうさのね、やし、まあ、集団心理というかもうみんな喋ってるからいいっていう空気すごくて、うん、何にも言われへん、わわ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 ね、もうお姉さん、ごめん、もう おばちゃんやわ。 おばちゃんがちょっと丸く言ってたやな。おばちゃんがなんかもう机やいなやテーブル出して、うん、なんかカバンから、まあ、まずマクドのセットドーン置いて、でなんかわからんの細々したものテーブルに、うん、うわっ並べ出して、うん、で窓もその閉めてたんやけど、まあ、夜やし別に火もささへんやけど、うん、スパーン開けて、うん、バシャ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 っつって写真撮り出して、うん、何が気に入らんのかまた角度変えてバシャバシャバシャみたいな、うん、で、マクドのその服でっかい袋から、うん、なんか紙コップ S サイズの紙コップ2個バーンバーン置いて、うん、2個をまずバシャ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 で角度変えて2個バシャ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 で左だけのやつをバシャ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 角度変えてバシャバシャバシャみたいな、何かが分からへんくて、そのなんでそうとおんの、まあ、SNS 上げはんのか知らんけど、でこれもなんか限定の何なんっていう、でひとしきりそれが儀式が続いて、うん、で撮り終わって落ち着いたのかな思ったら、今度ほんまに何その小さい S サイズのなんか赤いシェイクっぽいやつやったわ。もう蓋開けてストローとかも刺さんと、シークめっちゃ急いで飲むねん。ちょっと何やねんって、何に追われてんねん。喉めっちゃ乾いてた。まだ東京まで3時間ぐらいあってちょお前どこで降りるか知らんけど何やねんってなって、でまた隣のなんか薄い黄緑みたいなふた開けて、なんかもうさっきの赤でってなって、ちょっと覚悟いんねん。でちょっと一回でよし行くぞみたいな間が見てあー言って、何読んでんねんって、何自分追い込んだよ。で空なった2つまたバシャバシャバシャ、それは何やねん、飲んだ後の何や、なんでそういう大変な飲み方を自分で貸すので、なんかずっと袋も出しては入れ出しては入れバシャバシャバシャ、もうこれいつまで届かないってなって、もうあかん思って、俺イヤホンつけてちょっと背中向けるぐらいの、俺2列の窓側がそのおばちゃんやから、もう勘弁してやっていう、もう嫌みて終わりでもええわって受けててんけど、もうほんまに無理やったんが、ずっと何光ってんねん、なんかがずっと。で俺最初外からなんか海沿いとか東北走ってるから、なんかその船のとか灯台のあれかな思ったら、俺初めて見て携帯の目が分からへんけど、あのね、ちょうど半分から下がずっとチカチカ光るバグやった。え故障してはって、まあ要は画面割れてて、なんかお前もうこれ字見えへんやろ、いや
この LINE はいけんねんとか言ってずっと壊れて使ってる人とかって中にはいてるでしょ、うん、あの感じで下半分が文字は出てるけど、うん、ほんまあのブル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 っていうペースでずっと光をマックスで放ち続けるっていう壊れ方してる携帯を俺の右隣のやつがだからそいつが起きてる限りずっと俺の顔にパパパパパパパって光が当たっててもう気狂うと思って俺連結部分行って3、40分死んで死んでで駅員さんが来て大丈夫ですかって言われてすいませんちょっとなんか騒がしくて言うたらなんか言うてきますみたいになったからいやもう揉めたくないからやめてこれ言うて団体だもんねあれねチームだもんね敵に回したくないから一人じゃないもんねしんどただの新幹線の疲れとはまた別のめちゃくちゃ外れの席じゃんそうやばあれはひどかったそこしか空いてない理由がそれで分かったんだなんだろうねそれだからもう直さだからもうそういう時点そういう人なんやないやと思うけどこれ直さんでもちょっと使えてる人はやっぱこんな隣の知らんおっさんには気回らへん、うんうん、おっさんよか絶対俺の方が年下やけどなあんのおばはん怖いやろ年齢は大宮で降りるかな思ってワクワクしてた東京やったわ何でお前東京やねん大宮ぐらいで降りとけよと思って結局最後までってことだな東京まで行ってるけどないやーいろんな意味でお疲れ様でした最悪やん疲れ取れへんやん取れへん寝られへんしほんまにねえまあその点河野先生はっていうのまた後ほどねそうねじゃあちょっと、はい、いいもんな、うん、思い出話全然違うもんね全然違うはい工程をさせていただきました、うん、一方でっていうのまた聞きましょうはい、はい、それでは今日も始めていきましょう、はい、あれよくないいい気にしてる人らもなんかそういうよくないんかなって思う人思っちゃうけどな俺は思わへんけどまあ、マナーというかな、うん、持ってるよね、そうね、うん、持ってるよね十分持ってるよね調べるからまずあの駅で入ってきて何やっててんやあ、何や、何なんほんまに A ちゃん、A ちゃんなわけないわあーつなね、誰のファンなんやこの人たちはってなるもんないしそんな荒げてはないけどめちゃくちゃ怒ってたでさあまだまだ怒りは収まりませんが今日の時間割りです、はい、まあね、もうご登場いただいておりますけれども、はいはい、えみみはい、エミ今日1時間おります堀川恵美先生登場です、はい、そして21時35分過ぎからはアイレスサークル、うん、その後は先週できませんでした、はい、妄想あるある、はい、今日のお題は舞子さんです今週もできるかなどうかな、うん、ちょっともうやめて頑張ろう今週やりますエントリーは FM 大阪のリクエストフォームからラジコを選んで送ってきてくださいツイッターはハッシュタグラジコとつけてつぶやいてくださいお待ちしてますFM Osaka Idol October 吉本ラジオ高校ラジコ踊りながらってるってこれ、ね、お前のお前の拍手ちゃうってことありがとうお送りしたのは堀川恵美でニューエラでした堀川恵美で、はい、堀川恵美でニューエラやったんや、はい、そうですずっと歌ってたねそうじゃ途中からこれ入ってたんですよね多分ね、はい、堀川恵美でニューエラでした行き詰まってなんか一回フマキラーって出なかった、うんマキラもう一回聞いてくださいあのアプリで乗っかってたから、うんまあ、途中からやったもんな、うんうん、ちょもう 何してんねんはぁじゃなくていやー、うん、単独ありましたね今度ね10月10日ねいやそうやそれで今日来てくれたわけやけど、来週月曜ですよずっと歌ってたよね踊って3本の、はい芝居をはいそうなんです、うん、やらせていただく野村先生にも一本書いていただきまして、まあ、その野村先生が私があの踊り狂ってる間に、うん、セリフ覚えろよとか言ってんのはちょっと聞こえてセリフ覚えろよって言ってんじゃなくて、うん、もうよどみなく歌詞全部覚えてたからすごいな、うん、セリフ覚えたって言ってそうだね こっちの歌詞は完璧に覚えてたから何も見ずともずっと歌ってたからね好きだもんね今日もちょっと空き時間1時間カラオケ行っててこれ今日歌ってたんですへ、えー
大好きやな、はい、振り付けもなやりながら、ええよな、うん、でもなんかその現在進行形で推しがいるのは、うん、ね、楽しい、そうそう、やっぱ音楽好きやけどやっぱもうなくなってたりするから、うん、そうか、そう、新譜がちゃんと出るアーティストがおるっていうのは、あとはマナーだけやな、マナーをしっかり、ちょ、ほんまな。せっかく落ち着いたのに。チワが刺さんねん、あいつら。カバン横持ってな。これ危ないよ。バーン行くから。かんでな、誰のか知らんけど、四五本飛び出してるやつが俺のこめかみに、スバーン入って。これ俺気抜いてたら切れてんぞと思って、その、そんなこと怒るの切れてるじゃなくて、もうその、ボクシングの切れ方する。スパッと。怖っ思て。そう、新幹線の通路なんかそんな広いわけないねんから、そうそう、通り過ぎるときはな。ねえ。まあこういう図だったってことですよね、実際はね。多分そうやな、うん、こう。紙コップ2つね、出して、あの、推しと同じものを飲みたいみたいな。あ、それか。あ、あんなもあったのかな。その人が好きな飲み物やったんか。そうかもしれない。飲み方もそうなのかな。あ、なるほどね。こだわりの飲み方があんのかな。バックフルーリーガブ飲みしたんかな。そんな人おんのかな。まあ、調べたら出てくるのかな、じゃあ。うん、ね、ね、まあ、改めてじゃあ、うん、はい、ね、声のお知らせもしていただいて、ね、来週10日月曜祝日にですね、はい、私堀川恵美の独演会、うん、上方豪傑カニ女を開催、あ、カニ食べ行こう、なんで歌わんでええって言ってんの、全部歌うの、流れた曲をあれちょっと聞いちゃうし、じゃあ告知できなくなるで、いや、すいません、歌って持ってたらちょっと告知をちゃんと、うん、いつでしたっけ、はい、10月10日月曜祝日でして、うん、2回公演がございます、はいはい、うん、お昼3時と夕方6時の2回となってまして、うん、あのネタをするわけではなくて、うん、あの3本お芝居をします、はいはい、すごいね、めちゃめちゃおもろいです、お、あの野村翔平さんに書き下ろしていただく、はい、これは2人でやらせていただきます、うん、野村先生の、うん、2人芝居、はい、春日井とはこの字型の釘であるという、うん、で上方落語の、怖がりじゃなくて怖かすがいの方、そうそうそう、はい、怖かすがいが題材になった、うん、まあ、離縁した夫婦の話、うんうんうん、で子供2人の子供がいるんですけど、うん、これ2人だけで演じるんで、うん、どうやってその息子、うん、はいはいはい、っていうのをね、どう、いるように、最初は2人がこうね、子供がまるでいるようにやってるんですけど、うん、だんだん本当にその場にいるんじゃないかって、うん、でもう気づけば実際にホログラムだった、え、違います、プロジェクションマッピングで全然違う、いきなり現代になってきたけど、最新技術全然ちゃうな、めっちゃ金かけてるやん、すごい、ちゃうやん、さあさあ楽しみやわ、できんの、アメリカの男の子なんでちょっと違和感あるかも、アメリカの男の子ちゃんとちゃんとした映像作れやホログラムやったらな、どこ手抜いてんねん、オファーかけろ日本人の子供に、間に合いませんでした、ちょっと気になるね、でもこれはどうなの、そうなんですよ、でその、うん、結構、まあ、ほろっとくるような、うん、素敵なお芝居となってまして、うん、であと涌坂宗平さんっていうコント作家さんにあの書いていただいた芝浜、うん、まあ、有名な、ね、落語芝浜ってあるんですけど、はいはいはい、まあ、それをちょっと題材にした、あとはまあほぼオリジナルミュージカルなんですけど、うん、これも歌ってはしゃいで、うん、はい、とんでもない作品です、すごいね、クレイジーミュージカルだと私は思っております、うんうん、そしてあのおパンポン創造者の野村雄二さんという演劇の、はいはい、素晴らしい方なんですけども、うん、の5メートルの女っていうのは本当に身長が5メートルある女性の苦悩を描いた作品なんですけど、登場人物がめちゃくちゃ出てくるんですよ、うん、それを全部一人で演じますので、稽古を1回するだけでもう本当びっしょびしょになります、すごいな、はい、やば、体力いる、この3つのお芝居を1日でやるってことやろ、これ、はい、入れます、連続で、そうなんです、そしてあの友情出演で紅生姜が出てくれることも、めちゃくちゃ仲良しやん友情出演どころか友達なんで、うん、2人とも、うん、あの単独見たいっていつも言ってくれてて、うん、だからもう合法的に見るには呼ぶしかないなってなって、うん、今忙しいで紅生姜はい、あ、もう見るというかもう中で見んねん、はい、そうですね、出ながら、はい、だからお芝居には出ないんですけど、うん、まあ、あるパートをちょっと担っていただこうかなと、はいはい、思ってます、であの野村先生は今までも何度も単独ライブ出ていただいて、はいはい、その時ちょっと毎回クレームというか、野村先生ちょっとお怒りで、うん、その私結構歌ったり踊ったり好きなんで、うんうんうん、だからオープニングでも歌って踊る、エンディングでも歌って踊るっていうのが多くて、うん、で野村さんにもちょっとまあダンス、うん、っていうの2回ね、おうおう、やってもらっていただいて、うん、大好評やったんですよ、うんうん、ファンの方からしたら野村さんも、はいはい、そりゃそうだ、堀川さんありがとうございますと、うん、レアレア、野村さん踊らせていただいて、うん、踊らせてくださって、うん、ありがとうございますっていつも言ってて、あ、私いいことしたなって思ってたら、うんうん、堀川俺も二度とせんからな毎回言ってんねんけど、お前堀川ダンス、お前もう俺騙さないからな
いやだってまあ得意じゃないっていうところあるからな。得意じゃないっていうかもうそのクオリティ下がるだけやから。下がってる。ちゃんと上手な後輩とか読んでやってんのに、あとからやっぱ登録見させてもらうのもう俺いらんやん。いるいるいる。毎回なんねもうなんか ずっとなんか。一泊遅れてんねん。あいや難しいよな、それ合わせるのも。そういうのも見たいやん。いやいや、まあ、お客さんはでも喜ぶから。需要がある、需要がある。だから今回は、うん、もう先に言っちゃうと、もうダンスはだからやめました。ああ、なるほど、そこは。ダンスはやめて、はい、ちょっとまあ妥協案じゃないですけど、うん、はい、ちょっとあることを野村さんにちょうどまたお願いします。その代わりにっていうことですね。何すんねやろ、それ楽しみ。まだ受けてくれてないです、でも。あれオファーを。はっきりといいよって言ってくれてないです。もう来週よね、でも。はい。まだじゃあ渋ってるというか、どうしようか迷ってる状態なんや。行ってみないと分かんないですね、これね。合わへんな、全然。目合わへんね今断るやんこれ。あれ新幹線の中ぐらいなんか、うん、うまいね。あれ疲れてるのか確かに。背向けられた。ライト、ライト、ライト、ライト開けよう、ライト。近近近近ライト、ライト。うちは、うちは、うちやろ、うちは。めっちゃくちゃ嫌な顔してたね今。まあだからそっか、新たな試みがもしかしたらここで見えるかも、はい、そうですね。なので本当に、うん、まあ、特にね、18時の回が結構余裕がございまして、うん、まあ、祝日のね、やっぱお昼の方がまだ皆さん来やすいんでしょうか、うん、ちょっと夜まだまだございまして、うん、悩んでる方も本当に野村先生の魅力満載となってますんで、うん、ほんま堀川のもちろんね、まあ、その私も頑張ります種類の、ね、ですけども、野村先生の素敵な作品、うん、ぜひ多くの方に見ていただきたいなと思っておりまして、いろいろこのな、この覚えなんか、さっきも言ったように台本のどうこうみたいなところもあるけど、はい、この辺なんかプール行ってたよな。え行ってたね、プール行ってたんですよ、うん、この方、うん、それをなんで分かったかって言ったら、俺も堀川から聞いたんじゃなくて、うん、また別に重和がやってるイベント劇団の方があって、あ、そこの主役が熊本プロレス、先ほど紅生姜が熊本プロレスで、うんうんうん、一番の大変な役やから、うん、まあ集まれる日は集まってやろうって言ったけど、うん、熊プロがどうしても来られへんっていう日があって、うん、で何があんのって聞いたら、まあ、東京で仕事ですって最初言ってて、そうなんや、そうで、そあそっか、どんな仕事なんって聞いたら、うん、いやまあなんか収録だと思うんですけどみたいなのずっと濁してて、うん、でようよう聞いたら東京で仕事じゃなくて堀川とかと、プールに行くっていうことが分かって、ナイトプール、ナイトプール、いや普通に、普通にか、長島スパーランドの今期のジャンボ海水プールの営業最終日でした。そう、だから滑り台みたいな、うん、はい、超激流プールやら、ね、スライダーやら、私たち大好きで長島が。面白いもんね、はい、うん、熊プロずっとごまかしてたからね、それを、はい、そうです、バレるのに、バレるのに帰りの、うん、帰りの車の中で も,、うん、もう大阪市内入ったぐらいでなんか電話かかってきて、その重和さんのメンバーが、もうだからかけようっつっても、はい、あ、いらっしゃったんですか、おった、俺もおった、そこにテレビ電話つないでやろうって、はい、それはうわ、でスピーカーフォンやったら私らにも聞こえとったんですけど、うん、お前どこやねんみたいな、うん、もう稽古今から来れるやろって、うん、いやー、いやー、そうですね、あと4時間ぐらいはかかると思うのでちょっと難しいと思うんですけども、いやもう絶対もう10分で帰れるんですよ、もう、マジでそんなに思った、バリ大阪市内ですね、えぐ、ー、あいつ、はい、行こうと思ったら行けたんだ、多分でも体力的にそのきついでしょ、長島でもう朝の10時から夕方4時まで遊びまくって、うん、さらにそっから私たちあの東に行きまして、お静岡まで行きまして、そうだそうだそうだ、爽やかのハンバーグ食べに、そうだそうだ、爽やかっていう超美味しいハンバーグ、めっちゃ有名だね、すごい有名なところ、静岡でしかないんですよ、うん、それを食べて帰ってきたから、うわ、いやめっちゃまだそうだから東京から帰ってる途中ですみたいな感じで電話してたから、東京まで一回も行ってないですけどね、しかもじゃあ大阪市内おったんや、だからその頃にはもう大阪市内入ってました、やろ、なのになんか、あ、もうなんかちょっと電波悪くなりそうですとか言ってプチンと切り寄ったんやつで、あ、すいませんでした、行けました行けてねあいつ嘘ついてたんや、まだあいつすぐ嘘つきますからね、はい、やってるわ、あー面白い、そうね、そういう、はい、友達やだから、そういう友達、愛らしいねいいね、はい、昨日はバスツアーも行ってましたし、紅生姜、そうだそうだ、ずっと一緒にいるんだ、ずっと一緒にいますね、いいね、それは楽しいね、ぜひ皆さん堀川の単独ライブ、ねはい、お願いします、うんうん、ぜひともお願いします、お願いします、うん、さっきのおばはんなんですけど、連絡つながった、何さっきのおばはん、もしもしじゃあ、俺思い出した、そのだから俺がだから通路側やったんですね、うん、その2列の、うん、でおばはんが僕の前を通っていく時に、うんうん、なんかもうとにかく荷物多いから、うん、全部が当たるんですけど、うん、その中でもなんかナイロンの手提げ袋みたいなの持ってはって、うん、それが俺の
このもう邪魔やからこう、うん、足をこう組む状態でキュッと体をね、しぼませてどうぞにしてて、ほんならまあ高さも出たせいかわからんけど、そのナイロン袋が他のカバンとかも俺の顔とかめっちゃ当たってんねん。痛い痛い痛い思ってるけども、なんかこの後何時間乗るかわからんし、ケッみたいなのしたくない、我慢して我慢して思ってたら、その最後のでっけえナイロン袋が俺の膝にバーン当たって、別に痛ないねん、柔らかい素材が、バーン当たって、うわもうめっちゃ当たるやん、冷たってなって、で俺そのナイロン袋当たった膝が、触ったら俺の膝がビチャビチャなって、なんでなんで、で、その後俺はだからそのさっきのマクドナルドとか見てたから、ああもうそのあれか、冷えてたやつの雫かって思ってんけど、ちゃうねん、マクドは別やねん。え、じゃあなんだ、そんなん濡れてるナイロン袋はなんやねん、何それ、びっちゃびちゃの汗とかちゃうの、だからそのもうこなライブ終わりのノブさん一番無理やもん、そんな絶対そんな一番無理や、ライブ終わりでびちゃびちゃなった T シャツとかを入れてんちゃうの、それ多分。お前早そういうのだけ。やだ、やだ人。嬉しそう、嬉しそうね。でも多分そやわ。カモとは濡れてるものって何かなと思ったら、きつ、きついな。いや、辛い旅やな。めっちゃ笑ってて、このさ顔。いやまあ飛行。じゃあ、じゃあ俺先生、おもろ話としてな。今日不幸笑ってるわけじゃないで。不幸じゃなくておもろいなと思って。飛行機乗るよりはね、マシでしたけど。うん、いやいや飛行機の方がいいよ、いいっていうか、まあそれ、な、苦手な人からしたらあれやけど。いやほらなんかほら、ね、世に言うこの歴史上の偉人。結構飛行機でね、こう事故に見舞われてっていうのもね、僕音楽好きやから海外のミュージシャンのも結構多いんですよ、若くしてみたいな、僕が飛行機乗るといつかその便に当たるんじゃないかと思って、まあ、お前はね、あのスッス乗れるやろけど飛行機でしょ、ね、飛行機やったけど、スッスではなかったんですよね、いろ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 。お前まず大前提雨男やん、まあ今回は天候は大丈夫やってんけど、だからまあちょっと言ったけど、その取り慣れてないやんか飛行機って。あ、だからで北海道を、まあ、家族で結局行ったんですけど、やっぱ北海道行くからと、よりとにかく北海道を長い時間楽しみたいっていうことで、朝一行ってたもんな。そう、一番早いのがピーチの6時半発の、もう俺とか何にも考えずすぐ取ったやん、取ってもうたやん。でもこれもどうやって行くんですか、ね、後からどう調べても6時半にとか6時半発ということは、最悪30分前までに搭乗口、90分前か30分前から、6時に着いとかないと絶対もう乗られへんな、そうそう、でも6時に着く始発なんかないねん、どう頑張っても、タクシーか車持ってたらか、でも結果あの関空の近くに一泊するっていう前日にえアホらしいわざわざそれで、しかも前日は平日やから子供は保育園あるんで、前も言ったけど、ほんまはその日野村が行くから休みになるから、その日から北海道行きたかったよ、ほんまはね。ただその日が9月30日で、うちの息子9月誕生日やから、そうですそうです、そう、その月の最終日に誕生日会があるんで、素敵な保育園ね、そう、これだけは絶対息子出たいって言うから、それは出たいよ、まあそれはもちろんっていうことやから、もちろんその日も出るから、出て結局夕方の4時に終わって、5時ぐらいから、うわ大変、リンクータウン行って、何にもすることないんだから、もう5時から行ったら、ご飯もう7時ぐらいに着いて、閉店間際のフードコート行って、とりあえず食べて、なんかちょっとええ部屋で泊まるっていう。一泊運動ええ部屋泊まってで、ええ部屋というかもうギリギリ取ったからそこしか空いてなかったからな、言うてたホテルの人、ええ部屋言うてたケントさんみたいに、ええ子ええみたいに言うか、言うてない、言うわけないで、最後も最終便を取ってるね、北海道、どんだけ北海道痛いね、で昼下げたりしてから、マネージャーさんと連絡してて、今函館出たぐらいですか、そうです、今からどこどこですとか言うてる時に、こいつが、僕も今から新千歳を立ちます、え、あいつめっちゃおるやんってなって、今みたいな、それも最終便が夜の8時半発で10時半に関空着くって、でまあこれで10時半に関空着いて、最終がね11時55分やったかな、いやもう終電ないやん、え、じゃあね、ギリ、そう一泊した
でもな、フードコート。違う違う、聞いて、フードコートじゃない。10、じゃあ、10、8時半飛んで、10時30分に続いて、うん、11時55分の、乗ったら難波まで行ける。まあ、行けるやん、まあ。行けるなと思ってたら、遅延して。飛行機の方が。飛行機が。あら。まあ、それあるわな。30分遅延ですって言われて、だから、8時半発が9時になって、9時になったやん、9時になって着くのが11時。ちょっとだやばいなと。で第2ターミナルやねんな、ピーチって。で移動バス乗らなあかんねん、そっから。まあギリ大丈夫かと思って乗り込んだら、そっからまた遅延すんねん。で結果着いたのが11時50分、無理やねん、もう。どう頑張っても無理。荷物受けたりとか、そういうのもあるし。結局まあタクシーで帰ってる。うわー。え、なんだ。2万3000円かけて。高っ。タクシーで帰って。んで、な、もう会社も言って持ってるからあれやな。その航空会社？航空、まあ。だそういうもう保証はないんやね。え、何な、あ、金チームの話か。金チームの話は、それややこしなのか言うな、お前もう。保証ないねんって、まあ、ある会社もあるかもしれんけど、保証はないねん。うん。で、マニュアルなのかどうか知らんけど、え、乗ったことある？その便に。あ、ビーチ。あるある。大阪着いた時に毎回言うんか知らんねんけど、まあ、こうこうこうで、本日ご搭乗ありがとうございました、大変ご迷惑かけましたの後に、大阪着いたからか知らんけど、今日はほんま大きにって言う。あ、言う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 。いや、しんど、おもんな。いやいや、ちょっと待って、ちょっとね、本人言いにくいと思うんで、代わりに言うとか、おもんな。おもろな。何かほんま大きにやねん。どうすんねん、こっからほら。ほんまごめんやでやったら許せたのにな。ごめんやでも無理やで。むかつく、それもむかつく。無理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 。遅延やよってに。いや、遅延やよってに。おのおの帰りづろなって、ほんまごめんやで。ちょ、ほんまに、ほんまにそっからだ、結果タクシー乗るまでもめっちゃ迷ったいっぱい。何してんねんお前。俺が今手お手上げみたいなポーズしたわけちょんとしてきたけど、ガラ空きやったわ。ほんまにイチャイチャしてる。どっちも最悪な旅やったな。陸路で行っても空飛んでもよくなかったわ。まあやっぱな、結成してすぐの時にお互いテレクラやってさ、あのお前骨張ったガリッガリの女の人で、俺もパンパンにでかいマイケル・ムーアみたいなさ、なんかお互い別々の土地でハリセンボンみたいな、ハリセンボンさんみたいな女性に出会ったコンビやから、やっぱみんなほんまに。お前話してたな。俺なんか電車賃もあれへんから、俺チャリンコ立ち越えて住の家行ってんぞ。エッチなことできるかも思って。それぞれがちょっと今から行こうかっつって別れたよ、テレクラから。で楽しみに行ったらマイケルが報告し合ったら、いやハリセンボンさんやそれって。2人合わせたらな。キャップかぶってるんですけどどこですかって言われて。いやいや、なかなか、だからもっとこう旅慣れをしてないと。まあまあ、あかんなと思って、撮り方とかもほんまに、まあほんまの旅やった、ほんまの旅行やったら、そういう不測の事態も楽しめるんやな。そうか、しんどかった。まあじゃああとね、なんか融通聞かして一泊ちゃうとか、なんかなんかこうさ、気持ち切り替えれんねやけどな。確かにな。まあまあ景色とかね楽しめたんで、家族サービスできたしね。美瑛、美瑛いいですよ。あ、アスパラ美味しいとこや。あ、そうなんや、アスパラね。春はね、うん、よかった。素敵。今度はゆっくりね、仕事じゃなくて。まあそうね、いやもう仕事じゃなくて行けるならな、楽しみにしたいけどな。メッセージも来てたんでしたっけ。来てたんですけど、ちょっともうお時間なんで。あ、でもあれ、なんか舞妓さんのやつなくした。なんで舞妓さんのやつなくすね。もうこうへんで。大丈夫、この後妄想あるあるやりましょう。ごめんなさい、大丈夫ですか。読ませていただきます、すいません、ありがとうございます。ではこの後はお知らせを挟みまして、アイレスサークルです。吉本ラジオ放送ラジコアイデスサークル。このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りします。アイデスサークル。このコーナーでは厚生労働省講演のもと、健康に関わる啓発を行う年間キャンペーン、アイデス FM 大阪の一環として、 HIV、エイズ啓発、献血などの啓発情報、医療情報などをお伝えいたします。さあ今日はこのお二人に登場していただきます。お一人ずつお名前をお願いします。大阪府学生献血推進協議会の平上咲と、
谷壮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日高さんはもう何度も出演していただいているんですが、谷さんが初めましてということで、あの言葉噛まないかなとかいろいろね練習してましたね。まあリラックスしながらこのパートよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、改めて大阪学水についてどんなところなのか教えていただけますか。はい、大阪府内に住む学生や大阪府内の学校に通う学生が、特に自分たちの同世代の献血ご協力者を増やそうと SNS 配信や献血バスなどで活動しています。はい、まあ、2人は別々の学校を今通ってらっしゃるんですけれども、この学水活動をきっかけで出会えたんですもんね。はい、お互いの印象とかどうですか。そうですね、今日初めて対面で会ったんですけれども、すごく元気な方だなって思います。そうなんだ。はい、逆に日高さんどうですか。とても真面目そうで、これから頼りにしてあります。私てっきり年上だと思って、それはまあ言い過ぎなんですけど、でもなんかすごい落ち着いてるなって思ったんですけど。す、ね、今教育実習中なんですよね。はい、教育実習今中学校に行ってます。中学生どうですか今は。そうですね、なかなかその小学校みたいに向こうから寄ってきてくれないので、うん、こっちからどんどん喋りかけていくのがちょっと難しいです。でもすごい人気出そうじゃないですか。そうです ね、気さくに話しかけれそうな、ちょっと将来が楽しみなね、谷さんでもあるんですけれども、まあ、そういういろいろなきっかけがあって、いろんな仲間が集まって学水は作られているんですけれども、実際にその献血会場での活動をしていて、なんか感じたことって何か、じゃあ谷さんありますか。はい、献血会場には老若男女の幅広い世代がいらしてくださり、私たちの呼びかけに対し様々なアドバイスをくださります。そこから私は皆様の献血に対する熱い思いと心の温かさを毎回感じます。ちなみにアドバイスって例えばどんなことを言ってくれたりするんですかね。そうですね、もうちょっと大きい声で言ったりとか、うんうん、あとはそのどういう人が対象になってるのか、うん、もうちょっと教えてほしいなとか言われたりします。なるほど、献血できる人の対象はとか、はい、どういう人を募集してるのとか、はい、なるほどね。でも実際にそういう声を聞かないと、言ってるだけだったらわからないことって多いですもんね。そうですね。うん、さあ、学水なんですが、いつもこうイベントがいろいろあったりするんですけれども、近々またあるんですよね。10月9日日曜日にインテックス大阪で行われる東方コーロームで献血のご協力をお願いする呼びかけを行う予定です。うん、この東方、ね、コーローム、すごい人気なイベントですよね。ただまだ詳細が決まっていないので、詳細は大阪学水のツイッターや、インスタグラムなどの SNS でご確認お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして皆さん、学水のみんなが呼びかけをねしている時、見かけられた方はぜひ一言、まあ、何か声をかけてあげたりとか、ちょっと献血に協力していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。では最後になりますが、リスナーさんに一言ずつ、じゃあ日高さんからお願いします。で、まずは今日このラジオを聞いたことをもとに、ご家族やお知り合いの方とこの献血について話してほしいです。はい、ありがとうございます。じゃあ谷さんもお願いします。はい、血液は人工的に作り出すことができないもので、皆様のご協力が必要です。少しでも多くの方を救うために、まずは献血にご興味を持っていただきたいです。はい、ありがとうございます。本日は大阪府学生献血推進協議会の日高さん、そして谷さんをお迎えしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。アイデスサークル、献血に関するご意見、献血の経験がある方、献血された時のここが良かったとか、もっとこうしたらどうかななど、献血によって救われた経験をお持ちの方、ぜひお話をお聞かせください。FM 大阪のホームページから、吉本ラジオ高校ラジコのリクエストフォームを選んで送ってくださいね。アイデスサークル、このコーナーは大阪府赤十字血液センターの提供でお送りしました。 FM 大阪、妄想あるある。いや、オリジナル寄せばいいんだ。じゃ、何何妄想あるある、今も始まってるから、ありがとうなーって、 LINE でオリジナルの画質で送る方法な、今、うん、教えてくれてたやな。挨拶ないな思ってました。俺が、うん、あ、別になんか みんなで喋ってた話やったから、うん、あ、 ありがとう。いや、俺一個情報としては嬉しい、ありがとう、うん、教えてくれて。そうそう、コーナー始まってるから行こうぜ。はい、実際は知らないけど、お題のその人にありそうなあるあるをリスナーさんから募集します。はい、紹介した人の中からお一人、優等生を決めてステッカーをプレゼントです。はい、今日のお題は舞子さんです。うん、では河野先生、読み上げよろしくお願いします。はい、ご飯ひひ、
え、舞妓半身。ああ、美味しい、あれ唐辛子のやつね。食べたことないわ。どのやつ、おやつ、お前何食うことあるの。あ、調味料か。ああ、七味、七味か。うんうんうん、美味しい美味しい、あれは分かる分かる。京都のやつ、うん、京都駅とかに売ってますよ。美味しい。お前には分からんのちゃう、いくらぐらいするのそれ。まだ聞ける強い俺もう精神力強くなったから。今日はじゃあ優等生は堀川先生に、はい、選んでもらいましょう、はい、じゃあいきます。まずは広島市ラジオネームひまわりひかるさんからいただきました舞妓さんの妄想あるある。トイレに行くのが大仕事なので毎回ギリまで我慢してしまう。大変やな。そうか、脱いだり着たり。そうだね、そうやな、確かに大変やね。ギリギリで、でもギリギリに行き過ぎたら脱ぐタイミングでな、間に合わんかったら余裕を持っていかないとか。一人でできるか。できるのかな。一人できるどうなんでしょうね、これも。ウェディングドレス一人でできないからね。あ、そうなんや。そうですよ。プランナーさんに引き継いできてもらって、ドレス上げてもらって、乙姫流してみたいな。あ、そっか、そんなのあるから。しんど。しんど。ほんま、ちゃんと一発で出しとかんと。なんかもう絶対水分取らなかった。何回も言ってるな。ね、恥ずかしい音とか出せないですね。そう。でもそういう時に限って屁出ません。俺らと包んだやんか私。そうよな。なんか絶対に聞かれたくない人と男免除でもなんか並んでる時ってなんかほんま、しかもなんかパーンって出てくれたら男らしいんですよ。なんかこっちルールなんですけど、そういう時に限ってなんかな、パヘみたいな。そんな情けないの。全然な、緊張もしてるからな。続きまして静岡県ラジオネーム富勝さんからいただきました舞妓さんの妄想あるある。舞妓のメイクに慣れているため普通のメイクに苦戦する。あーあー、それはありそう。普通の方が難しく感じる。薄塗りとね、ファンデーションとか。そうか、休みの日に一回白バッてって、ああ違う違う違うってそうやな、もう慣れでいっちゃうんやろね。続きましてラジオネームラザーズさんからいただきました舞妓さんの妄想あるある。観光偽舞妓と本物の舞妓さんを容姿だけで瞬時に見分ける特殊能力を身につけている。あれ、それはあるでしょうね。やっぱでも俺らでもちょっと思うもんな、うん、あ、これ多分白さやなって歩き方とかね、うん、確かにこれはあるんでしょうね、続きまして兵庫県ラジオネーム肉のピーマン詰めさんからいただいた舞妓さんの妄想あるある。すっぴんも綺麗でなければいけないという使命感がある。あ、でもおぼこい若いしね、皆さん。すっぴんを見せるタイミングってでも、お稽古とかで移動しはるとき普通にノーメイクで、昼間とか擬音よう合うやん。で、やっぱりそっか、そこも綺麗にいとかなければいけないというか、夢を壊さないようにっていうあれがあるのかな。どうなのね、そこの。どっちかというと若い子がずっとしてるね、健康的な。そうかそうか。続きましてラジオネームすりみさんからいただきました舞妓さんの妄想あるある。久々に走ったら走るのがめちゃくちゃ下手になっていた。まあ舞妓さん姿走らないもんね。歩き方もね、多分綺麗にしてるから走ることへのブランクがある。でもあの歩きにくい、あれこっぽりっていうんですかね、高い下駄、あれ普通やったら歩きづらくて重たいもので歩いてるから、それ脱いだ瞬間めっちゃ足早なる方ちゃいますよ。ドラゴンボールの悟空の亀仙人のな、あの背負ってて軽くなるみたいな。この先生がくれたあのいらん、あ、いらんじゃない、あのなんかお前やお前ね、使ってんのか、あれ使ってんのか、あの重し、あれ外した瞬間めっちゃ、あれ私こんな歩くの早いやみたいな。使ってんのか、ありましたからね。あれ何使ってる、え、あのダイヤ置いてますって。置いてるってなんやねん、大事に置いてますって。つけてなんぼやねん、あれは置いとくもんちゃうねん。場所点々と書いてます。あの、この間ね、反省しました。家で同じとこずっと置いたら、そこはちょっと床がベッてな、だから凹んでる感じがする。ずっと置いてるからやろ、お前。ちょっと点々と位置変えんとね。お前使ってないやん。あれほんまに分からんぐらいの小さい花で開けて、上に水垂らしといたら、スッてすぐ戻るよ。床の凹みは。フローリングががっつり上げちゃうと、あと出るとき金かかるから、ほんま小さい針でプツッて開けて、その上に水垂らしといたら、スッていって。早く戻る。そうだ。退去する時とかにヤバってなってる人はそれ一回試してみてほしい。今日なんか LINE というなんかいい情報いっぱいもらってるわ。祇園の桜井さんにも教えてあげたかった。あ、お前や。退去。退去も。無事解決したようでよかったです。あ、解決したんですか。解決しました。よかったです。ラスト。ラジオネームカスタムバイクのガレージライドさんからいただきました舞妓さんの妄想あるある。新人の頃は自分なりに歩き方をセクシーにしようとくねくねしてみるものの、先輩に「はしたない!」と怒られる。モンローウォークみたいな、正しい歩き方ではないんでしょうね、舞妓さんからしたら。さあ、なるほど、以上
ですね、うんうん、この中から、うんまあ、一番良かった優等生をえみみ先生に決めてもらおうかな、うん、はい、うん、まあそうですね、さっきのみー先生の話にもそうなんやってなりましたし、うん、私もちょっとこのままでは一人でトイレ行けなくなるかもしれないので、うん、はい、最初のおトイレの方、はい、岩井ひかるさんです。おめでとうございます。え、このまで一人でトイレに行けなくなる、このまで行けなくなるかもなって、だから誰かに引かせるっていうのを慣れとかないと、うん、そうか、まあ、歌姫ちゃん、あの乙姫もね別に歌っときゃいいでしょ。だから自分の歌うの、ね、なんで歌うまいやつ雇うねん。かき消すために、自分の音をかき消すために、えこれなんでケンタさんもう一回出すの。お前1回のラジオにな、ケンタさんお前出すな、あんま2回ないやろ、ないよお前も気抜いてたんちゃう。俺は2回ですね、鑑定出すな2回もケンタさんを。じゃあステッカープレゼントです。で来週のお題どうしましょう。サウナ、サウナが好きな人ね、流行ってますもんね、流行ってるね、サウナさんの妄想あるあるしましょう。はい、お待ちしてます。この後はエンディングです。ということでエンディングの時間です、はい、堀川先生お知らせ改めてお願いします、はい、来週10日月曜祝日、堀川恵美独演会上方豪傑カニ女を開催いたします、はい、一部は15時から2部が18時から、うん、どちらも道頓堀ザザハウスでございまして、はい、野村先生も出演されますし、はい、あとクラウドファンディングも行っておりまして、うん、はいはい、当日 の、 あのゲネプロリハーサルを見れるというリターンなんかもあったりとか、どういうことで生で見れるの、いけるわけ会場に、はい、10名限定で、すごいめちゃ、はい、あと少し枠がございますので、絶対いいよな、はい、レアやと思いますよ、だいぶ。で野村先生とさせていただくあのリモート打ち上げなんかもありますので、こちら前日の夕方まで購入できますのでよろしくお願いします、うん、リモート打ち上げも参加するわけね、うん、ラジコ終わりにね、脱いじゃおっかな、脱いじゃおっかな、あらリモートで下だけね、いやそれがあかんねん、せえへんねんお前、その椅子座って、あ、せいやみたいなことするなよお前、全然そんなつもりなかった。もうさリモートでもう忘れてんねんから、脱ぐなよ、忘れてること言うのやめようぜ。お前も忘れてることを言ってたからさっき。皆さんぜひ参加お願いします。で我々からまだ全国ツアーがね続いておりまして、北みなのしゃべくり旅残っているのが今週8日土曜日、次は福岡に行きます。うん、いいな福岡、土曜日福岡、うん、もうピーチ、いやこれは陸路じゃない、新幹線かな、ピーチできよ。いや全然、いや、うん、時間は早いからな、本来飛行機の方が楽やけどな、別に行けるなら。で15日土曜日は広島エディオン神谷町ホール、うん、はい、でラストが10月23日南部グランド花月、うん、はい、残ってますんでね、福岡と大阪に関しては配信チケットもありますんでよろしくお願いします、うん、でその間に単独ライブもあんねんな、10月の12日え、おマジっすか、はい、10月の12日水曜日には吉本漫才劇場で北みなの漫才を作る会があるので、すごい忙しい、今月あと4回漫才を作る会があるんですよ。わおすごすぎる、全国ツアーって言っても毎回漫才作る会は1時間やってるんで、毎回そこ全部内容変わるし、だいたい7本ぐらいやな、そうやな、すごいカロリーっすか、じゃあこれ今考えたらそうやな、わけわからんスケジュールになってますが、まあ60本ぐらいか、60本ざっくり、そうだね、今月残りあるんでぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、はい、はい、さあこの後は大村ジーニアスさんのナニアデリックレディオです。レイは北南の月曜ラジコ、本日の授業はこれにて終了。なんかこのジーニアスの時にいつか今度、うん、いい先生のアイデスサークルの振りもう一回通しですね。あ、聞いてる人がパニックにこの後はアイデスサークルです。で終了、あの音流れて、で赤丸が流れて、赤丸、うん、ガチャガチャにしちゃう。今どこか分からないようにね。どっかでやったろ。うん、で堀川先生またちょっとねぜひ、うん、はい、ぜひとも遊びに来させてください。いつでも来ていいからね、うん、ほんま堀川。ほんまに。ほんまに。コン先生そんな権限あるんですか。ないよ。なんかそんな気がしたんですよ今。